木ぬを打つ、朝鮮人、和漢三歳イ絵にある木ぬの挿絵。は、木製の木ぬを表す木ぬっ石の上に置かれた布と、木北海道札幌市厚別区、北海道開拓の村で撮影活しかをため、月下木ぬただ美人図木ぬは、洗濯した布を生乾きの状態で台に乗せ、棒や土で叩いて、柔らかくしたり、シワを伸ばすための道具。また、 この道具を用いた布打ちの作業を指す。古代から伝承された民具であり、古くは夜になると、あちこちの家で、絹田の音がした。その印象的な音は、多くの和歌にも読まれまた数多くの浮世絵の題材とされてきた。日本の家庭では、炭を使うアイロンが普及した。明治時代には捨てれたが、朝鮮では1970年代まで使われていた。現在では、完全に捨てられている。 厚布を棒に巻き付け、その上に織物の表を内側にして巻き付け、さらに外側を厚手の綿布で包み、これ置きの台に乗せ、平均するように土で打つのである。蒸気の用法のほか、装束に使う絹布などは、糊が付いておりこれを柔らかくし、光沢を出すために絹田で打つことが行われる。こうしてできた衣を打ち絹といい、女房装束に用いられる。古来は、 人へのすぐ上いつえぎぬの上、中古以来は順番が異なり表にのすぐ下に着られるものになる。和語の語源は、絹板に由来すると言われる。衣を打つのに用いた石の台。また草を打つのに用いる石のこと。油心誌、秋絹田町旧説、孤楽府、藁絹田今何在大板の方が、絹田であり棒のことではない。叩く棒のことを、絹田とされがちだが、書。 キネとの混同であり、棒の故障は、キヌタ書、キヌタのキネである。民具としては、木製のものが普及していた。表記としては、材質にかかわらず、キヌタが使われたが、木製のものに、が使われることもあった。漢字としての、キヌタに着目した場合、衣を打つ民具だけに用いるものではない。木、木ぬた、木ぬた、木ぬた斧などの用法がある。 日本では衣を柔らかくする道具の他に、バラなどを叩いて、柔らかくし、わらじなどの工芸製品を作る際に使用する、叩き棒も、絹田と呼称することもあるが、叩き棒だけのことを指す場合、正しくは、横槌、横槌である。誰や思い不き頭白がつく風、すご、絹田消費。8月9月象徴夜、1000個へ1万個へ無料時、当たるいたる天命当人しろ。 一聖天徳一意と、誰が家の思い不可、秋に白を打つ、月逃げ風すごく気ぬたぎねかなし。八月九月まさに長よ、千世万世を割る時なし。まさに天命にいたらば頭ことごとく白かるべし、一声添え得たり一系の意と。中国政治の一種で、南宋時代に流線用で作られた政治のうち粉青色の紙手のものを気ぬたしと呼ぶ。 木ヌタという名称は、分類総人儀に、木ヌタ、松枝隆史先時、天下、和也、響き言うとてキヌタと名付けなり、縁樹期に、教法十二年三月二十九日、三考、政治の花池、これも拝見して、身を、ぼゆべし、木ヌタ政治のしごくなり、ゼは、太遊院殿より、東福門院へ信ぜられ、東福門院より、御祭院へ信ぜられ、御祭院より、 この御所へ信ぜられしものなり、御祭院の直命にて先生とごうす、唐月先生また万世と申す心に、やとさるあぐ、左あるべしとの行なり、ぜにつけて、むつ守るにある、利休が所持の木ぬたの花池は、前の方にて老いに引き割れありて、それをかすがいにて閉じてあり、利休が、物好きとは云んながら、焼き物にかすがいをだこと、心得がたきことなり、景気にでもあるべきか、 この我のあるゆえに、利休が、絹太と名付けると難、響きあると、うんころなりと、青くなりとある。これらは白、虚偽の、聞きよる絹太を見立てとして命名したとの説である。形状からの見立て説としては、ゼアミの作った脳、絹太の演目中で、これを演じる指定が手に持つ土の形と、流線用政治の花瓶が似ていたことから、絹太政治と呼ぶようになったとするものがある。 三好野の,の山の秋風祭を吹けてふるさと寒く頃も、うつなり小次元、きぬた、大月文彦、限界251ページ小次元10、十、きぬた末尾外部リンク参照。またも参照この子、佐藤茶の湯の楽しみ佐藤用語サイトのうち、きぬた政治他から引用、利休時代の茶書、A67 年公式春、初吉新小祭春慶の奥書きがある。 名物茶器や目利きのことについて解説した茶書。江戸時代の随筆。この家広の字であった山品道案が、教法9年から同20年までの間、家広の原稿を日録風に記述したもの。木沼誠二、2005年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月24日閲覧。ウィキメディアコモンズには、木沼に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。